今日はバンクーバーダウンタウンから車で約45分のサーレーセントラルにやってきています。こちらの方はバンクーバーのベッドタウンとしてこれから5年から10年で発展が見込まれているエリアで、奥にご覧になれますクレーンの通り、これからコンドミニアムなども多く建設される予定です。サーレーセントラルから最終駅キングジョージまでのコンドミニアムは2ベッドルームでも30万ドル以下で良い物件が揃っていますので、ファーストタイムバイヤーにも人気のエリアです。投資などもこれから10年を考えたら可能性のかなり高いエリアといえます。サイモン・フレーザー大学のキャンパスが入るなど駅の前も開発が進んでいます。サレーセントラルの西側はコンドミニアムの開発地区になっており、2ベッドルームの木造が約30万ドル前後、コンクリートのハイライズでも35万ドルから40万ドル弱で物件がございます。話題のマイクロコンドなども建設予定です。ギルフォードタウンセンターもリニューアルされ、綺麗なショッピングモールになりました。これから発展が期待されるエリアです。